キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今回は、はい、年俸ドラフト予想10億円チームの途中経過。もう私は楽しみにしましたよこれ。ちょっとまあまだね、はい、シーズン終わって、はい、まあ、契約更改もね、まあ、ちょっとずつ始まってますけども、はい、その中で、まあ、どうなっていくのかっていうね、はい、まあ、去年はね、まあ、佐々木が負けまして、はい、今年どうなるのあるのか、もうなんそういうまだ発表されてないからね。いやでもなんとなくなんか私いいのみたいな。何なんかこって何。いや、いい感じだなっていう。あ、この企画知らない人いますかね。知らない人はこれ見てください、はいはい、10億円予算に、うん、あの年俸が上がりそうな人、ね、そうそうそう、どれだけ上がるかっていうね、はい、どれだけ上がるか1年。じゃあ、まあ、ちょっと見ていきます、はい、ちょっと予想をね、うん、ピッチャー山本由伸、はい、1億5000万、はい、これどうなるんだろうな。ちょっと予想していく年俸の。そうしましょうよ、今年いくらになるか予想しましょうよ。じゃあ私山本は一気に1億アップとかあるかな、うん、2,5 は硬いね、うん、俺 2,5 から3億やと思う。じゃあまあまあ控えめに私じゃあ2億5000万にしますよ、うんうん、1億アップ、うん、わー硬いよ。じゃあ、タイラ、はい、これもよかったね。1億いくな。いきそうですよね。これも1億いく。今4200万です、うん、はい、で中川、まあ、中川も今年良かったからね、はい、どうだろうな。1億いくんじゃ、ちょうど1億いく、いく、ちょうど1億。今7500万ですから。で梅野これ FA 問題があるからね。そうなんですよ、どうなるかですよね、うん、まあ、もし残留したとしても、15成績自体は今年そんなに良くないからね、はい、でも FA でもし出たらまあ上がるじゃないですか、うん、残留してもまあ上がりそうだな。そうだ、まあ15か、今1億1000万円なんで、うん、15かな、 1.5 かな、うん、はい。で次山川、はい、山川下がるね、まあ、20本ホームラン打ったけどね、はい、怪我もあって、まあ1号だね、2000万段ぐらいじゃない、しますかね、うん、まあ、じゃあ 1.5 億、うん、はい。吉川いいんじゃないですか。そうだね、うん、今3300万です、うん、6000万、私も5000万ぐらいかなと。6000万いきますかね、うんうんうん、6000万、そこ5から6の間ぐらいだね。そうですね、うん、だから6000万ぐらい、はい、佐藤輝明、おお、終盤ちょっとバタついたけど、はい、上がりますよこれは、うん、3000かな、3000から4000の間やと思う。じゃあまあ最後ちょっとバタついたから、まあ、はい、3500にしよっか、3500にしますか、うん、そうしたら、それでも1900万アップ、うん、紅林入れてるよ。もう見る目が違いますよ私はね。2000万やな、まあ720万ですからね。そう、そんな上がんないから。そう、2000万でも上がってる方だからね、はい、多分2000万だね。2000万ぐらいですね、うん、俺の予想は、はい、これ入れたのすごかったな私、はい、佐野、うん、1億やろ、はい、いきますね。1億今年1億いくと思いますよ。1億はもう確実、うん、ひょっとしたらもうちょっといくかもしれない、はい、辰巳、これ現状維持かなって私は思ってるんですけど、まあでもちょっと頑張ってるからね、うん、3000万じゃない、3000万、3000万いきますか、うん、3000万じゃない、はい。で西川、はい、奥はいかない、奥はいかないね。じゃあ8000ぐらいですかね、8000万。で宮崎、はい、これが FA 残留ですよね。うん、そう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 、まだ値段出てないですよね、うん、まあでも上がるんじゃない。2億はいくね、2億はいく、2億はいくと思う、はい、じゃあここ2億でいいんじゃない。2億、結構私ほとんど上がってますよ。いやそれは上がるよ、山川選手以外上がってますよ。うん、そうだね、はい、どうだったの。じゃあ全部でいくらになったの、計算してみてよ。全部で12億7500万ということは12億7500万、ちょっとな、ちょっとじゃあ引く、引く、引く、926、約3億4900万アップ去年1億1100万アップだって。アップ、はい。うわぁ、今年3億4900万アップしそうですね。株やった方がいいんちゃう私見る目あるなじゃあちょっと佐野さんチームいきますか。俺やってみる、はい。ピッチャー山岡、はい、ダウンやな、怪我してもう。そうですね、まあ、でもそこまでダウンはしないじゃないですか。でも1億円以上は2、まあでも2000万ダウンぐらいするんじゃない。うん、じゃあ8000万やな、うん、はい。で森脇、うん、いいじゃないですか、3300万。いやでも防御率45試合登板か、まあ上がるな、ちょっと上がるんじゃないですかね。うん、5000いくからいかない、45やな、45、はい。マルティネス、はい、これ上がるよ、うん、残留するって言ってたから、はい、1号いくやろ。おお、まあ、でもいきそうですね、うん、1号、はい。森、はい、
森もだって打率良かったからね、うん、はい、今1億6000万に行くかな、戻りますか、どうやろうな、いかんか、18か、うん、18やな、はい、村上、おお、ここって、ここはもう一気に、まあ、2億は硬いな、だってこれ私じゃんけんで負けたんだもん、2億は硬い、はい、2億か2号、優勝もしたしな、2号あるんちゃう、2号あるんちゃう、2号いきますか、うん、はい、2億5000万いくんちゃう、一気に、はい、殿崎、はい、怪我した、はい、ダウンやな、ここはダウンですね、うん、1億3000万、1億1000やな、1億2000万ダウンぐらいか、はい、1000万から2000万のダウンぐらい、はい、大山、うん、ホームラン21本、まあまあちょっと上がるか、12か、12、1億2000万、うん、小深田どうだ、最後山崎出てたからね、そうですよ、最後の方スタメンちょっと外れちゃったんでね、うん、それでもちょっと上がりますかね、それでも97試合出てるからね、はい、それ上がるね、それ5000だね、5000、うん、5000はいくやろ、いくと思います、ね、はい、5000から6000の間ぐらいと思うからね、かなり活躍しました、神里、はい、レギュラーになると思ったけどな、桑原だったわここ、はい、これはちょっと成績どうですか、神里45か4000、はい、700万ダウンぐらいで、うん、はい、近本、はい、近本はいいよ、うん、これ奥じゃないですか、近本は、うん、7500万なので1,2 ぐらいいかんかな、近本だって4個は超えるんじゃないですか、うんうん、1,2 やな、1,2、はい、藤原おい頑張ると思ったぜどうしたんや、あ、じゃあ47なんだ、2割1分7厘、1800万です今、2,5か、2500万か、ちょっと上がるから、うん、2500万かな、はい、太田ダウンや、太田大事、どうしたんや、もう流れ終わったんかよ、一回ポンときましたけどね、太田大志191アス39アンダ2割4厘試合数76、うん、完全ダウンや、今1億3000万ですが、3000万ダウンやな、じゃあちょうど1億円で、うん、はい、さあじゃあ計算しましょう、嬉しそうやなやだいやいや、そうなんですよ、12億7500万、12億7000万、そんな言ってます、あれ私間違えた、ちょっともう一回やりますね、あれ、え、だって上がってるの村上選手、あれあれ、ちょっと待って、もう一回計算します、え、合ってる、あれ12億7500万、おい、一緒、え、予想はでも、佐藤さんの方が経費使ってますからね、どんだけアップしたかですからね、10億円からだもんね、え、違いますよ、違いますよ、10億円からどんだけあった、ルール変わってる、ルール変わってる、10億円からどんだけ上がったか、違います、違いますよね、だって予算10億円だから、違います、違います、10億円からどっちが上がったか、違いますよ、でも予想、予想一緒よ、すごいですね、このやっぱり要因はさ、うん、あの、袴田さんも上がってんだけど、はい、あの、安い金額から上がっていってるから、そうです、はい、下がった人そんなにないんですけど、うん、でも山本投手とか平投手とか、だから山本と村上だね、はい、一緒ぐらいですもんね、うん、うん、そうですね、あれ、あれ、あと佐藤さん誰が大幅、近本、あ、近本選手か、近本と平、平投手、うん、私、佐藤選手とか、だからそこは、だから小深田とかと一緒だね、そっか、吉川とかと小深田とか、はい、そうですね、あれ、あれ、一緒だったわ、一緒ですね、あ、分かんねえな、これまだでも、ちょっと待ってください、佐藤さんの方が7000万多く使ってますから、経費、いやいや、7000万大きいですよ、10億からでしょ、いや、違います、ルール変わってますってそうやん、10億からでしょ、10億からどれだけ上がってるか、下がってるからね、10億からだったら、私もっと経費使ってますから、でも、そんなもう1億未満ぐらいだったら、はい、誤差だから分かんないよ、まあまあそうですね、うん、その大口の人たち、うん、でもこれあれやな、これ分かんない、ね、まだ分かんない、ね、予想したらぴったりってすごくない、すごい、逆に、逆にすごいですね、何の計算もしてないのに、うん、12億7500万になります、はい、なります、これどうかな、面白い、楽しいですね、うん、部屋公開が終わったと、こっからね、うん、おろ、まあ皆さんもね、はい、今のうちにその時ね、自分が書き留めたやつを、はい、自分の予想で調べてみてどうなるかっていうのをコメント欄に書いてもらったらね、はい、みんなで盛り上がるんで、そうですね、いや、でも
12億7500万一緒になるってなかなかなくない？はい、予想が、まあ、ただの予想ですけど、ぴったり一緒っていうでバランスの取れたチームだったってことでしょうね。うん、そうだね、うん、すごく、うん、へー、だから俺はもう山岡の下がり幅がどうなるのかと、はい、マルティネスの上がり幅がどうなるのかだね、うん、あと村上と。そうですね、うん、私も山川選手の下がり幅と、あと宮崎選手とか、あと佐野だね、佐野もうちょっと上がるかも分かんないからね、はいはい、そのあたりがどのぐらい上がるかですね。そう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 、うん、あと梅野ね、梅野の FA ね、 FA2 人選んでるんで、うん、俺でもちょっと分かんない、ちょっと俺最初はダメかなと思ったけど、いや私ダントツ勝つだろうと思いましたけど、あらちょっと、でも今の段階でももともとの額からやったら私の方が断然アップしてますから。いやいや10億だから、ね、ルール変わってということでね、はい、まあ途中経過としたらね、はい、俺ももうこれやるまでは ああ負けちゃったな今年もと思ったけど、はい、ちょっと自信湧いてきたね、はい、いや私はまだまだ勝ってますよ気持ち。だって袴田さんの場合は、はい、ダウンさせてるのが山川だけだから、はい、他の人たち次第でどうなるか分かんないからね。そうですね、どのぐらいアップするかで、うんうん、とか、はい、ひょっとしてアップと思ってたらダウンっていう可能性もあるじゃん、現状維持とかね、うんうん、まあね、はい、ということでね、うん、まあ答えは来年です。そうですね、最初ちょっと2年連続負けるってどうなのよっていうのがあれから、ね、いや私意外と見る目あるなっていう、うんうん、はい、このね答えは1年後っていうね、はい、皆さんお楽しみの企画ね、はい、どうなるのか、だからこの俺らがやってる予想も、はい、当たってるかどうか調べたいね。そうですね、うん、楽しいですね予想、うん、予想がそうなってるのか、あじゃあ、はい、まあでもこの予想もほぼ俺が言ったからな。そうですね袴田さんが言ってたら予想誤差もできたけどね。ああそうですね、うん、まあということでね、はい、まあ、でも人の年俸計算するとか失礼なね話ですけどね。いやいやそんな俺らもされてんだから一緒よそうですかさあ皆さんもね、はい、あの10億円のチームはどうなってますかね、はい、答えは来年です、はい、1月までお楽しみに。